はいどうも、たかぼんです。ファーミングシミュレーター19続きを遊んでいきたいと思います。今回はですね、この今見えてるですね2000頭牛舎の周りの畑をですね、耕していきたいと思います。見ての通りですね、天才を収穫した後に奥の一番奥にね あります畑11というね畑をね購入いたしました。そして、9番と10番と11番の間のね通路をですね全部耕してっていうかプラウをかけまして、3枚をね1枚の畑にしました。なのでこちらの畑を今回は新しいね機械を買って土質をですね、調査しまして、それで、耕してねいきたいと思います。結構やっぱ3枚の畑をねくっつけると結構大きくなりましたねそんな感じで早速始めていきたいと思います。購入する機械なんですがこちらですね、リザートの、クロープセンサーっていうのをねちょっとね購入してみたいなと思います。なんかこれを使うといちいちね土壌サンプリングしてそれを分析に出さなくても、これを使うとね土質のマッピングがねなんかできるみたいなんで、ちょっとねこれを買って試していきたいなと思います。何色にしよう、色変えれるね。白いいね、白かっこいいじゃん、白にしましょう。購入、はい、こんな感じ。クロープセンサーって書かさってますね、リザードのね。ちょっとこれを使ってみましょう。なんかねこれを使うとただ走って歩くとね、マッピングができるようなんですよね。なのでこれを使ってみたいなと思います。畑の方にね戻ってまいりました。まずねこの機械をね展開します。よいしょ。ほんで、マップを出しますか。こんな感じか、出ましたね。そしてよいしょ、これでスイッチを入れる。お、入りました。あ、なんかアップなった、マップの方が。でちょっと待ってよ。あ、一応、あ、やっぱちゃんとあれですね、マッピングされてきますね。これで、コースプレーをね、オンにしてやってみたいなと。あ、これ何メーターだっけ、ちょっと待ってよ。20メーターも作業幅あんのこれ。すごいね。マジか。どうしよう。そしたら、これをオンにして、こうですよね。で、あ、フィールドを一応、あれですね、境界線。あ、来た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 。え、これ合ってんのこの境界線。境界線合ってるね。あ、大丈夫だね。いってますね。よし、したらこれで、どうしようかな。2番にしとこっか。リストに2番エッジパスを追加します、しました。ほんで、コース作成で、これね、フィールド2番。で、持って今いるのは、これで行くのかな。ちょっとこれでやってみますか。一応運行を開始します。どう？おお、マッピングされてる。わかる？左下のマップ結構なスピード、25キロで走れますからね。バックのスピードも、もう、ガンガン速くしよう。はい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 。ほら、こっちにまで入りましたよ。いいですね、なんか。自動マッピング。
これ今ソでしょ、ソのマッピングしてるから、ソってあの多分窒素なんですけどね。ちゃんと全部出てるんだよね。これですね、今土壌のタイプをね、出してますね。あ、ここでも浄土なんだね、この辺ね。わ、シルト、シルト湿度も入ってる。ペーハは、この辺が 5.0、 ちょっと酸性気味ですね。で、だいたい 5.75 から、6.25、 どちらかというと酸性気味ですね。ですね、pH に関してはそうですね、6.0 から 6.5 ぐらいのこの辺ね、この辺の値が弱酸性と言われていて、作物がねよく育つ、普通にねよく育つ値です。だからこれより、こっち側に行けば行くほど酸性ですね。だからこのこれでいくと赤に近づけば近づくほど酸性になります。で、逆に 6.5 からこっちのこの8の方に向かっていけば行くほどですね、アルカリ性になります。ファーミングシミュレーター19でね、ライム、いわゆる石灰ですね、石灰を撒くのは何で撒くかというとですね、だいたい普通ですね、まあ一度ライムを撒いてこの適正値って言われるね、だいたい弱酸性のとこに持っていったとしても、雨が降ったり作物を植えたりですね、あとは雪が降って溶けたりするとですね、どん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 自然とですね、だんだんですね、あの酸性の方にね、ペーハーっていうのはね傾いていきます。ただ酸性の方に傾いた状態で作物を植えてしまうと、あまりよく育たない。だからそれをまたですね、よく育つように戻すためにライムを巻いてね、弱酸性から中性にね持っていくような形になります。まあペーハーっていうのはそういうことです。でね、ペーハーをね適正値にしたから収量が増えるのかって言ったらね、それはまた別で、さっきも言ったんだけど、作物がね育ちやすい値、なわけです。なので最適値にすれば、普通に作物が、標準的に育つ。ペーハーを最適値に持っていったら普通よりも取れるってことはありません。収量を増やす場合っていうのはきちんとしたね、肥料の値を8種植えてから収穫するまで、適地最適な状態をキープした状態で、さらに、輪作をねきちんと組むことによって、ファーミングシミュレーター19の中ではね、シーズンズを入れた場合には増収となります。まあそんな感じかな。今回ねこんな感じで、土壌タイプをね今調査したんで、そのついでにねお話ししました。そしたらですね、土壌タイプがね分かったんで、次に畑を耕して、行こうと思います。ジョンディア200シードベッドフィニッシャーってね機械ですね。よいしょ、取り付けて展開します。はい、ほんでもって、ガイダンスシステムをオンにして、これはもうセットされてるのか。あ、されてるね。合ってるかね、端。さっきね、ちょこっとね、いじってね、セットしたんですよね。よし、行きましょう。これで一回下ろして、ガイダンスオンにして、そして、オートクルージングオン。サイド、そうですね、一回この端っこでガイダンスを切ってですね、周りを先にちょっとかけちゃいますか。まあ暗地というわけじゃないんですけどね、結構広いねやっぱね思ってた以上にちょっと広くなったな。
この端っこ攻めえな。あーそっか、ここって端っこがそうなるか。ここが一番端になるのか。一回下ろしてしたら、あーなるほど、半分だけなんだ。これでいくとかかるのが、じゃあしょうがない、ここは自分でかけるしかないですね。あーこういうことか。まあこのね、畑のね長辺に対してこの短辺方向っていうのはよくね枕地っていうふうに言うんですけど、本来はね一番最後にね枕地を整えて、終了みたいな感じなんだよね。なんだけど、まあファーミングシミュレーターでねやる場合はね、先に枕地をかけとくと、あの端っこの処理がね簡単になるんでね、自分はねもう先に枕足をかけてますね。まあ、機械をね上げる場所がね分かりやすくなるんでね、まあ、リアルでもたまにね先に枕足をさっとかけてから、それから縦走って最後にまたね、枕足どうしてもタイヤで踏んじゃうんで、最後整えるというかね、綺麗にすんのに枕地をもう一回かけるみたいなこともしますけどね、ロータリー掛けする時とかね。よくねプラウをかけた後にディスクを引っ張るんだけど、どうしてもねプラウかけた後っていうのはガタガタっていうかね、結構段差があったりなんかして、端っこ枕の端っこっていうのがね結構なねガタガタなってるんですよね。なので先にねディスクかけるときは、枕地をね1回ぐらいずつ両側走って、それからねかけるみたいなこともしますけどね。最近の大きいね、馬力のでかい大きいトラクターはエアサスペーションとかねサスとか入ってるんでね、いいんだけど、100馬力前後ですねのトラクターになってくると、サスペンションがねちゃんとしたのが入ってなくて、イスがね2バネが入ってるような感じでショックを吸収するみたいな感じなんでね、あんまりねガッタガタのところをね機械かけるとねめちゃめちゃ飛び跳ねるんですよね。やっぱこのガイダンスっていいっすよね。ガイダンスオンにしてね、オートクルーズっていうかね、クルージングコントロールでオートクルーズにして走ると、ね、勝手にもう全部自動で走ってくれますからね。まあ、自分もね、ちょっとね、自分の職場にはね、なんちゅうんだろうな、まともにトラクターにね、この GPS ね、ガイダンスシステムがついてないんで、なんでね、職場ではね使ったことはないんですけどね、まあ、今年の春にね農家さんに仕事行った時はね、それにトリンブルのね結構何百万するのかな、結構まあまあいいねガイダンス、その何だろう、自動操舵のねがついてまして、それでもってねロータリーをねかけさせてもらったんだけどね、もう今みたいな感じで旋回してカーブしてモニターでトラクターのねセンターをそのガイダンスのセンターにね合わせて、あとはボタンを押すとねもう勝手にねハンドルが切れてそのライン上に乗っかって、あとはロータリーの上げ下げをね自分でするだけでいいというね、まあそういう感じだったんですよね。それのしてもらった時には、ああこれはもうこれ一回味わったらもうやめられないよねってやっぱ思いましたよね。だからそこのね農家さんの人が話してたのはね、まあもうスイッチさえ入れちゃえばあとはもうまっすぐ走ってくれるから、逆にそのハンドルは添えてるだけというかね、下手に触ってしまうとガイダンスのその自動操舵がね、
その自動操舵が切れてしまうから、うん、もう自動操舵で走ってる間はね、ハンドルにはね下手に触れないんだよとかっていう話はしてましたけどね。だから何してんのかって言ったら、もう、スマホで YouTube 見たりとかしてるとは言ってましたけどね。よくね、YouTube でね、トラクターの作業をね、こうやって、なんだろう、ドローンを使ってね、撮ってる人いますよね。まあ、ああいう人たちもほとんどあれですよね、ガイダンスのスイッチ入れて、もう、なんて言うんだろう、自動操舵にしてね、あとは自分が、トラクターの室内から自分のその作業してる姿をね、ドローンで撮るみたいなね、ことやってるんでしょうね、多分ね。ほんといいですよね。ゲームではね、こうやってね、自動操舵でね、仕事してんだけどね、リアルの仕事ではね、自動操舵がないんでね、一生懸命手動でね、仕事をしてますけどね。仕事をしながら、あ、自動操舵欲しいなってやっぱ思いますよね。もう特にね、ロータリー掛けとかね、もうそうなってくるとね、お、自動操舵欲しいよとか、あとはね、背引きでね、筋切るときとかね、ほんとね、自動操舵あったらいいなと思いますよね。今のご時世ね、技術でね、まっすぐ走るんだなって言ってたらね、もうね、バカじゃないのって言われる時代ですからね。まあそれでもね、やっぱりね、まだそういう、なんちゅうんだろうね、職人かたぎなね、一言をね、言う人たちはいますよね。まっすぐなんてもう自分の技術でもう自分の技術でもってねできるんだよって、だからそんなに自動操舵なんて使わなくてもね、まっすぐなんて走れるだろうって言うんだけどね。だってハンドル持ってなくてもね、まっすぐ走るんですからね、ボタン一つ押したらね。どっちがいいって聞かれたらね、そりゃもちろんボタン一つでまっすぐ走る方がいいなと思いますよね。だから使ったことないからね、やっぱりね、そういう一言言うんだろうなってやっぱね思いますよね。絶対ね、使ったらね、こんないいもんないよなって思いますよ。だってもう掛け合わせとかさ、そういうのを考えなくたっていいくなりますからね。作業幅決めて、あとはガイダンス通り走れば、掛け合わせなんて勝手にね、調整してくれるっていうか合わせてくれるわけだからね、一回一回あんな畑の端行って測って、マーカー代わりのピン刺してみたいなね、そんなこともしなくていいんだし、おい、そんなこともしなくていいんだし、便利なものを上手に使う、うん、そして、うん、仕事の効率を上げるというのは別にそのなんだろうな、仕事に対するプライドがどうのこうのっていうことにはね、そういう問題じゃないですよね、やっぱね。こうね、やっぱ分かってない人たちっていうのはね、どうなのよってやっぱ思っちゃいますよね。一番のネックはやっぱね、そのが自動操舵のね、機械がね、うん、お高いっていうところでしょうね。安いのもあるんですけどね、安いのっていうのはやっぱりそれだけ精度がね落ちますんでね。おお、そっか、ここも半分余るんだ。そういう風になっちゃうの？まあ、いっか。よっしゃー、終了。はい、それではですね、今回は普通のね、畑仕事ということでお送りいたしました。ただね、こちらの今目の前にあります、リザードのね、クロープセンサーをね、使ってですね、畑のね、土壌タイプをね、調査するというのをね、ちょっとね、お送りいたしました。さらにですね、その後、後ろの方に見えてますね、ジョンディア200、シードベッドフィニッシャーという、まあ、カルチベーターの類なんだけど、まあ、ただのローラーみたいな感じなんですけどね、カルチベーターと同じ機能が持っていて、作業幅がね、結構広いというその機械でもって、
ガイダンスステアリングシステム GPS を使ってですね、耕すところまで行いました。はい、まあ、そんな感じで今回は、この辺でね終わっていこうと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。よろしかったらですねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメント欄の方にはですね、コメント質問あとはですね私が使っているですね MOD の機械とか施設に対関する問い合わせ等がありましたらね、気軽に書いてください。ただですねまあほとんどの機械になるかなは、過去の動画でね結構紹介している時がありますんでね、まあ、そちらの方をね、もしよかったらね見返していただいたりするとですね結構ね、嬉しいかなと思いますんでねよろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでそれではまたです。